どうも平本でございます。ということで今日見ましたサムネイル、5万円のカンターレ、10万円のカンターレ、35万円のカンターレを制作者が吹き比べします。ということでやっていきたいと思いますけどね、あ、そうだ、今日はですね、いただき物しちゃったんだ。じゃん、梨でございます。市川の梨ということで、市川なんで、千葉県の愛好者様でございますね、梨でございます。たくさんいただき、いいですね、梨ね、本当にありがとうございます。この間ね、あのお店に買いに来てくださった方なんですよね。でしかもオカリナ塾に入っていただけてる。この頃オカリナ塾とYouTube でなんかですね、いただき物ばっかりいただいております。平本でございます。本当に恐縮でございます。はい、ありがとうございます。ごちそうさまですね。本当にありがたい限りでございますよ、ね、私も YouTube 歴11年、ね、ビットコインのごとくようやくバズり始めてきました、ね、その人から、LINE も頂戴しております。毎日オカリナ楽しんでおります。ハートマークありがとうございます、オカリナ塾のオカリナ塾もコウタ先生の動画も見ない日はないほどです。深く御礼申し上げます。そのうち上手になるかななんて思ったりして、このですね、謙虚さがたまらんですね。いやもうなってると思います。またぜひお会いしたいと思っております。この動画が終わったら早速食べさせていただきます。ありがとうございますということでね、まあ本当にね、ありがとうございます。もうビシッと今日もね行くからねもう一度ですね、今日はね、なんでねその比較動画をやろうかなと思ったんですけど、これまたですね、お世話になっている方がですね、はい、いつも毎日楽しくいつも毎日楽しく幸太先生の YouTube 動画を拝見しております。もう先ほどと一緒じゃないですか。もう毎日お会いしてる人もおられるということでね、ありがとうございます、今カンターレを2本持っており 4C をグレードアップしたいと思うんですけども、何せ遠いもので、この方そうですね、名古屋の方なんでね、なかなか来れませんわね。うん、ぜひ先生の方で思想、比較動画を上げてください。急ぎませんけどよろしくお願いします。やりましょうかね、うん、また私が通っている、オカリナ教室ではカンターレは2人しかいませんが、先生からすごくいいね言われてます。その先生いいですね、よろしくお伝えください、なんでカンターレはいいんでしょうか。うん、まあそう言っていただければありがたいんですけどね、うん、まあ、僕がさ、いいねいいねって言ってもさ、なかなかね、あの自分が作ってるわけだから、まあ自信はあるけどさ、ですけど、まあここに出しておきますけど、これね、この間注文来た先生です。こちらも多分ね、千葉県の先生です。あ、千葉県って書いてある。最近、千葉のホテルと、イタリアンレストランで、演奏依頼をいただくようになりました。先生ですよ。で、講師業務ですが演奏も頑張っていかなきゃ。次ですよ、カンターレ頼りなのでよろしくお願いしますね、っていうふうにこちら先生が言ってるからね、うん、いいのかもしれません。ありがとうございます。まあ私もね、夢を作る男ですからね、男は三水の方です。さあ行きましょう。で一応ですね、その比較動画してくださいって言った人が3つぐらいお願いしますって言ったんですよ、 4C を。なので今日は、カラーズシリーズの新しいバージョン、ラベンダーシリーズっていうのを1本吹きます。そして、これやっぱり人気の小川由美子先生がね特に好きなショパンシリーズを吹いてみます。そして、ベートーベンシリーズっていう、こちらですね、あんまり吹いたことないこの3つを吹き比べたいと思いますので、ぜひお聴きください。これどうかな、値段言っちゃってから聞いた方が分かりやすいのか、ミックスでやった方が分かりやすいのか、どうかね、うん、
まあ値段出してみようか。別にどれもね、自分が作って自分がラインナップしてるやつだから全部いいからね。じゃあとりあえずまずですね、まあ一番、その中ではお手頃の、カラーズ EX、 これね本当にねカラーズ系いいんですけども、その中で今回この秋の新色になっております。新色コスメじゃないですけどね、ラベンダーシリーズになってます。でうちの場合はですね、この塗装してないので非常にこう上品でございますね。この色味がねえぐくないってね。ただですね、やっぱり女性のですね方がね口紅がついてしまうということなんで、ここにですね、これはですね植物由来の樹脂を塗っておりますので、口紅ピロッといけると思いますんで、これぜひいいですよ。ラベンダーこれいいでしょ。まあ非常にオーソドックスなんですけども、ラベンダーということで癒しの音色ですね。で基本的にはこれの特徴なんですけども、この5万円の特徴は、詳細の値段をここに出しておきますけど、まず息量がものすごく軽く出る人、軽い人がいいと思います、合うと思います。ちょっと吹いてみますね。ということでいかがだったでしょうか。本当に息は私めちゃくちゃ軽いです。そうですね、5割ぐらいかな。なのであんまり息量が強い人にはこれは向かないですね、特にこのラベンダー系は。で、どっちかというとね、息量が少なくて線が細いんだけども綺麗に出したいっていう人にはちょうどいいかなと思ってます。でこれはね本当に釜出ししたばっかりです。なので、これはですね、Amazon に買えるようにしとこうかな。ベース感も知れませんけど、ぜひ、見てみてください。52,250円かな。とてもいい感じですね。はい。はい、次。これはですね、ショパンシリーズといいまして、今よりも、どちらかというと EX に近いですね。ですけども、息量はもうちょっといります。じゃあ EX と何が違うかっていうと、やっぱ使ってる粘土が違うので、輪郭、音の輪郭がパリッと出やすいかなと思ってます。で先ほどメールくださった先生は実はショパンシリーズを頼まれておりますということで聞いてみてください。ちょっとですねパリッと聞こえるかなと思ってます。はい、いかがだったでしょうか。僕ぐらいになるとこのぐらい息があった方が吹きやすいかなっていう気はしています。ただ息量があんまりない人は、EX の方がいいかもしれません。息が多少あって張りが欲しいのはこのショパンシリーズいいと思います。どうでした。これが 10万円違うか、7万円ぐらいか、値段出してもね。はい、で次に、まあ、僕が使ってる中では今一番高いのはこのベートーベンシリーズってなってまして、でショパンシリーズとベートーベンシリーズって何が違うかっていうと、ショパンシリーズっていうのは基本的には EX シリーズの音色感なんですよ。ですから、パリッとしてて輪郭が出る形で、このベートーベンシリーズっていうのは、ベースになってるのは GR になってますんで、どちらかというと柔らかくズドンと出る感じだと思います。ぜひ聞いてみてください。同じ里の秋でいきます。
ということで、いかがだったでしょうかということで、この後ですね、もう一回チョンチョンチョンって聞いてください。ということで、まあ5万円そしてまあ10万円、35万円と聞いていただいたんですけど、どれが皆さんお好みでしたか。まあ、あとはですね、予算とかもございましょうけども、やはり、ね、楽器というのは夢を奏でる代物ですからね、いいものをですね、ぜひねチョイスしていただきたいなと思ってますけども、もう一度ね言いますと、こちらのカラーズ、ね、新色、この秋の新色ラベンダーはぜひ息量が少ない方で、エレガントに吹きたい、そして口紅がつきにくいという方にぴったりでございます。さて、そしてショパンシリーズ、こちらはですね、EX よりちょっとパリッとですね吹きたいな、まあ、セミプロぐらいがちょうどいいかなと思ってますんで、いいですね。そしてですね、ちょっとですね、柔らかくかつ力強く吹きたいなっていう方はこのベートーベンシリーズいいですね。ということで、私3つ忖度なしでビシッと吹いてみました。どれが一番皆さん気に入ったでしょうか。ということで、次のカンターレ、ネクストカンターレを、購入するにあたってぜひ参考にしてみてください。ということで、なし、ごちそうさまです。素敵なオカリナライフを。カンターレのご購入は Amazon ベースのオンラインショップでお待ちしております。